太郎のビッグバン。はい、すみこ太郎でございます。ですね、今日はですね、ローボールとハイボールっていう言葉を皆さんにお伝えしようかなと思います。以前ですね、ペンネーム杉山さんから、コ太郎さんへ、ローボールですが、また僕の知らない信号が出てきましたね。カッコニコニコ、びっくりマーク。また授業で教えてほしいですよ。お返しは拡散地雷発射を多方面に頑張りますので。対人コミュニケーションのやり方だよね。じゃあ、今日は、ホワイトボードを使ってセミナー風にやってみようということです。で、ローボールとハイボールって言って、ハイボールって飲み物の名前じゃないからね。うん。何かって言ったら、人に物を頼むときのやり方。っていう時にどういうことをやるかって言ったら、ローボール、でこっちがハイボールで、だから入り方が違うんですよ。結果は同じなんですよ。例えばそうだな、車が買ってほしいを買ってほしいセールスマンっていうのがいましたっていうことにしようかな。でも、そのお客様は車あんまり今のところ欲しくないとかっていうところから、じゃあどうやって攻めていくかっていうところなんですよ。車購入ってところにしましょうかね。じゃあ、最初にって言ったら何かって言ったら、ローボールの人っていうのは何をするかって言ったら、その人と相手にとってやりやすいこと、うん、実際あった話だと、その例えばトヨタならトヨタ、日産なら日産とかっていうシールを玄関先に貼らせてくださいっていうとこから行くんですよ。これ本当にあった話でね、うん、玄関にシール貼らせてっていうとこから行くわけですよ。で、じゃあハイボールの人は何かって言ったら、いきなりそのマーチに乗ってる人に対していきなりシーマ買いませんか、というわけですよ。シーマって言ったら800万ぐらいする車だから、確かね、当時。今もシーマあるのかな、シーマですよ、はい。なのでシーマ買わないかってマーチの人に言ったら、ええー、ってなっちゃうでしょ、うん、なんでとか言って、次の車検でもマーチでもいいじゃん、サニーでもいいじゃんとかって話になるんだけども、サニーももうないな。おまけ話としてね、サニーレタスってあるでしょ。サニーレタスの語源って何か知ってるかって言ったらね、あれって別に太陽がさんさんと降ってるからっていうんじゃなくって、当時サニーっていうおっさんの車が、オッサンブっていう、まあ、メーカーが作ってる車がバカ売れしてたんだって、うん、でそのバカ売れに乗じて、まあ、あやかってサニーレタスっていうふうにつけたとかっていう逸話があるっていうぐらいにバカ売れしてた車があるらしいんだよ、らしいというかあったんだよ。で、まあ、玄関シール貼らせてとか言って OK って言って、こっち OK って言って、こっちペケダメよ NGっていう風な返事が来るよね、絶対。で、じゃあその時にどうするかって言ったら、次、今度カタログ見てっていうことになるわけですよ。で、ハイボールの人はって言ったら、今度はって言ったら、そうだな、グロリアカタログを持っていくわけですよ。グロリアも高いじゃんとかって、グロリアも500万ぐらいする車だから、フルオプションにすると。なので、グロリアっていう車のカタログを持っていくと。とか言って、もうしつこい人ねって言って、やっぱり NG が出るわけですよ。で、カタログ見てとか言って、1回目 OK って言っちゃったから、2回目断りづらいっていうのもあって、人間っていうのは大概 OK が出るんですよ。うん。で、じゃあ、3番目にやることって言ったら、カタログ見てって言ったら、今度は実写見てってなんですよ。実写試乗なんですよ。
実写の試乗をしてもらうと。多分これも OK が出るんですよ。お金かからないこととかね、相手にとって。まあ、そんなことはない話を持っていくと。で、じゃあ次にって言ったら、今度は、この NG が出た時に、マーチのカタログもあっていく。で、試乗を進める。っていうやり方があるんだね。うん。要は、ここのところで、じゃあ、マーチで買いましょうとかって、マーチで落ち着くわけですよ。で、こっちはって言ったら、じゃあ、まあ、商談もあるけれども、商談したリーグに、こっちもマーチで落ち着きましたっていう、そういうことなんだね。じゃあ、これって実生活において何が言う、便利になるかって言ったら、例えばですよ、バレンタインのチョコを、これをもチョコのお返し、義理チョコのお返しをするっていうところ、なんか字が消えていくね、これ。こっちの方がいいよ、まだ。これ消すね。よいしょ。じゃあ女性を口説くときにどうするかっていうと、とりあえずやっちゃいたいわけですよ、男性としては。じゃあ何するかって言ったら、義理でくれた、チョコレートのお返し、チョコのお返しする。一番ね。で、ハイボールの人の一番目だったら、いきなり会うなりにやらせろって言う。言うわけですよ。って何言ってんのこの人って言って NG が出るよってね。で、チョコのお返し、もらう分には OK だから OK って言って、OK ばっかりもらうわけですよ。じゃあ次に遊びに行こうって。もしくはご飯行こうって。に言うかわけですよ。で、2番目としてこっちはってペロリンコでどうだったっていう話になるわけ。じゃあペロリンコで許してやろうって。だから、じゃあこっちはって言ったらこっちも NG が出るわけですよ。で、こっちはご飯行こうって言ったら OK が出て。3番目。はい。うまくいけばなんだけれども、こっちで、エッチなホテルに で、やっちゃいたいっていうところに言う。で、ペロリンコで NG 出たんだけれども、 NG 出た時点でもっぺんやらせろもうこんだけ言われたらしゃあねえなっていうことで、じゃあ仕方がないって言ってやっちゃうっていう。だから同じやっちゃいたいっていうことなんだけれども、アプローチの違ったら違うって。で、うまくいく確率はどっちかって言ったらローボールなんですよ。こっちがおすすめ、個人的にはローボールおすすめなんだけれども、何が欠点かって言ったら時間かかるんですよ。これすっごいここからここまでの時間がかかっちゃって、で、ハイボールの人っていうのはこっちが早いんですよ。だから利点は早いで、こっちは遅いなんですよね。はい。だから早もうかできる可能性がある高い、できる可能性が高いときはハイボールで行くって。で、ちょっとこれ無理目かなとかって思うときがあるでしょ。無理目かなと思うときっていうのはローボールで時間をかけてじっくりと商談していくとやっちゃえるというところでございますと。うん。なので、二つのやり方、ローボールっていうのは、まあ、こういう感じで投げる球で、ちょっと緩い球を投げるっていう意味ね。ほんで、ハイボールって言ったら、もう、剛速球投げちゃう、いきなり。いきなり剛速球やらせろっていう、こういうキーワードを言うっていうのが、いきなりのところなんで、ハイボール。
っていう、そういう形で、対人コミュニケーションっていうのを取っていくと、ああなるほどねって、人って結構自分の言うことを聞いてくれるじゃんっていう風な感じに、まあ思えてくるんだけどもね、うん、なので、こんな感じで2つの物事の頼み方っていうのを今日はお話をさせていただきました。では、次の動画でお会いしましょう。シャバダドビアバシャバダビアダマダマッタピースになっちゃってるよ。